日高病院初期研修医1年目、阿波野光栄と申します。出身大学は群馬大学で、出身地は群馬県です。私はその学生の頃からちょっと内科の方で進んでいきたいと考えておりまして、で内科のプログラムが腎臓内科ですとか総合心療内科ですとか、すごく専攻医を取れるような環境も充実していまして、でそういった自分の住みたいコースに合っているっていうことから選びました。であとは病院の見学をした時の雰囲気ですとか、その研修室がちゃんとあって、研修医同士の仲も良かったりですとか、当直の頻度も週1でちゃんと当直していて、救急もきちんと学べるっていうような環境が整っているということで、この病院を選びました。病院の雰囲気については、その医師の数がその大病院と比べるとあまり多くないので、その一人一人の医師の距離が近かったりですとか、そういった面で割とアットホームで和気あいあいとした雰囲気を感じつつ、その当直なのでやっぱり人手が足りない場面では、皆さんがこうまた支え合って当直ちゃんと週一で行って支え合って閉めるとか閉めてといったような、人数少ない中でもきちんと病院の管理をしているというような雰囲気が感じられます。はい、研修医の上の先輩については、40代の方ですとか再受験の方ですとか、いろいろな方がいらっしゃいます。いろんな方がいらっしゃるので、そういった意味でこう、いろんな人のその背景などをだんだん喋っていて楽しい部分もあります。はい、で上の先生につきましては、結構若い先生から年を召されている先生まで様々いらっしゃいまして、一人一人がその自分に合ったその指導をしてくださるので、そういった意味でいろんなことが学べる病院だと思います。はい、高崎東口から新前橋ぐらいまでの間で皆さん住まわれている方が多くて、その区間ってやっぱりコンビニが結構たくさんあったりですとか、こう住宅街とかもありますので、スーパーもたくさんあったり、高崎駅、新前橋駅どちらも近いですので、その遠くに電車で行くってなった時も、交通の便は割といいかなというふうに思います。はい、現在は麻酔科に回っているのですが、気管挿管ですとか、ルート確保だったり、麻酔薬の知識など、そのポリクリで学びきれなかった部分を今、しっかり学べているなというふうに思います。今、指導医の先生も丁寧に教えてくださって、日々、充実しているなと感じます。指導医の先生とは距離が近くて、その最初はカルテの書き方から始まって、あとはいろいろさまざまな知識など日々優しく丁寧に教えてもらっています。で特に当直の時に、内科救急の先生と外科救急の先生で1人ずつと研修医1人という形でやっているので、その時に特にこういろんな先生方と触れ合う機会が多くて、そこで1人の患者さんを2人の先生で見るということなので、直接より綿密な指導を仰いでいる形で、そこで多くのことを吸収させていただいております。とても優しい先生方が多いです。はい、こんにちは。日高病院の、研修管理センターの院長をしています、吉川と申します。
よろしくお願いします。糖尿病内分泌内科を専門としておりまして、この日高病院に10年以上在籍して研修先生と関わってきました。よろしくお願いします。はい、日高病院は300床未満の比較的中小規模の病院ですので、まあ、比較的大きな病院に比べるとアットホームな雰囲気なんだと思います。で、後期研修は内科専攻プログラム、総合診療専門医のプログラムなどがございまして、研修の皆さん、長期研修の皆さんには3つのコースを用意しております。つまり内科専門コース、総合診療コース、外科専門コースといった具合に、3つのコースの中で考えてもらうというような仕組みをとっています。はい、研修の皆さんは、特に1年目の先生は学生から上がったばかりですので、入職当初はオリエンテーションなどを含めて、比較的スムーズにですね、実地の業務に入っていけるような配慮を施しています。また研修の先生をもちろん頑張って仕事していただくんですけども、メンタルの配慮ですとか、あるいは就労に関してトラブルとか、起きないように、目を配りながら接しています。そういう仕組みをですね、研修管理委員会、研修管理センターで作っていますので、学生の皆さんは安心して研修に取り組んでいただけるものと考えています。はい、当院は特に研修医の先生に、ある程度こう余裕を持たせた形で指導を行ってまして、自主性というものを重きを感じながらやっています。2年経った後に、責任ある医師として、育っていけるように、自分でものを考えて行動できるような実性のある医者に育っていただきたいと思っています。はい、最近の学生の教育っていうのは、診療参加型実習をはじめとして、以前よりも早めに臨床に取り組んでもらうというようなシステムになってきています。その中でですね、学校の勉強、勉学、あるいは実習により真剣に取り組んでいただければ、それで十分力はついてくると思いますので、こちらからは特にですね、ここをしておいてほしいとかいうのはありませんで、ぜひそういったモチベーションというものをですね、持っていただいて取り組んでいただくといいかなと思います。以上ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。